気は不滅。充足を知ることこそ何よりの幸せ。爪をしてるって本当ですか？鋭くて長くて化け物を簡単に倒せるって。本当に知りたい？知りたい。んじゃ、よーく見ててね。君たちの思うようなすごい爪はないけど、飴ならたくさんあるからね。どう？全然怖くないって言ったでしょ。ありがとう、お兄ちゃん。どういたしまして。明日の獅子舞見に来てね。絶対行く。バイバイ、お兄ちゃん。クンクン、君の匂いは強者の匂いけど、不思議な感じ。悪人ではなさそう。どうやら君が例の漂白者だね。すごいお客さんが来たって聞いてたんだけど、やっとこうして会えたね。僕は林陽、会えて嬉しいよ。この先も輝かしい未来がありますように。君、やっぱり特別だね。握手したらもう友達だよ。随志団は大規模な獅子舞をやるんだ。だから僕はこうして宣伝をしてる。獅子舞は今週の伝統儀式の一つ。でも普段は獅子舞専門の劇団に任されているんだ。今週の伝統儀式はよりどりみどり。例えば
ごめん、一日中稽古してたからかな。ちょっとお腹が空いちゃって。そうだ、一緒にご飯を食べよう。もちろん僕のおごりで。食事しながらいろいろ紹介するのも悪くないね。これは単なる客人へのおもてなし。君もこれからわかると思うよ。でも今はちょっとやることがあって、獅子舞の依頼がいろんな人から殺到しちゃって、明日の儀式と一部かぶっちゃったんだ。獅子舞は今週の人にとって特別な意味のある儀式。あとそこで僕は考えたんだ。もし注文の一部を何らかの形で明日の獅子舞で実現できれば一石二鳥なんじゃないかって。それに注文に合わせていろんな表現ができるのは獅子舞のいいところでもあるしね。だからお客さんがどんな獅子舞を見たいのか調べたいんだ。漂白者、君さえよければ一緒に来てくれないかな。そうだ、何かお菓子でもおごるよ。食べ歩きながら今週城を見て回ればいろいろと風習なんかもわかるんじゃないかな。そうすれば人の話を聞くよりももっと今週城を理解できるかもよ。よし、出発だ。どれどれ、一人目のお客さんはここから近いね。もしかしたら君も面識くらいはあるかも。橋を抜けたちょっと先のところだね。ご長寿とご健康に心からお祝いを申し上げます。よし、次のお客さんは確か若いカップルか。おめでとうございます。よし、最後の一人はこの近くだね。僕のおすすめの食堂もそのあたりにあるんだ。僕のお腹もそろそろ限界かな。早く終わらせてご飯を食べに行こう。さあここだよ。旦那、獅子唐辛子が釣ってあれば千客万来、商売繁盛間違いなしだね。ああ、林陽じゃないか。もしかして前に注文した獅子舞がようやく回ってきたか。獅子唐辛子も買ったんだ。開業の日で獅子に食われる瞬間を待ちわびてるぞ。旦那、実は偏定の方が。話ならもう聞いた。あっちで手一杯だからうちの依頼は無理ってか。そうだけど、せめてこの儀式でできる限り獅子唐辛子の要素も取り入れて旦那の商売に。なあ、心配しなくて大丈夫だ。あんたたちは自分の仕事に集中すればいいって。ところでこの人は。また友達ができたのか、林陽は。これこれを食ってみな。うちの新作だぞ。食べてみようよ漂白者、僕のおごりでいいからさ。だ、町に手っ取り早く馴染む方法は町の美食を知ることだ。うまい。旦那、これ会場でみんなに食べてもらおうよ。おいしい。それに
この店のためにできることをやりたいし。そうか、そいつはありがたいな。ただトド、あんたたちは知らないかもな、最近外でチリンタランジュってやつが暴れてて。チリンタランジュ？そうだ、なかなか面白い名前だろ。でも実はとんでもない悪党なんだぞ。獲物を狩るときにチリンタランって音がするからこんな名前が付けられたって話だがよ。違う、チリンタランジュはこんなんじゃないよ。あいつは友達なんだ。しかし参ったな、俺の新作には特別な食材が必要なのに。今じゃあのチリンタランジュのせいでどんな肉も満足に仕入れられねえ。他に方法はないのか。最後の仕入れ先は野獣団って追放者グループが掌握している。あの連中はチリンタランジュと意思の疎通ができるからいくらか食材をもらえるって話だ。でも相場の5倍以上の価格なんだよ。とんだ詐欺野郎だぜ。開業前のうちにあんな大金一体どこで用意しろってんだ。だから新作といってもしばらくは提供できないってわけよ。あ、うん、大丈夫。ちょっとある依頼を思い出した。茶屋のすぐ近く。そう遠くないし急げば間に合うと思うからお先に失礼するよ。ごめんね漂白者、すぐ戻るから。相変わらずだな。人違いですよ。私は獅子舞の注文なんてしたことないし。漂白者、どうしてここに？大したことじゃないけど、ありがとね。前は変わった注文があってね。獅子舞の依頼にしては何の要望もなくて、依頼者の名前もカイさんだけ。ご両親が注文し、それこそありえませんわ。用がなければ私はこれで。待って待って、カイシさん、あなたにお兄さんがいませんか？どうしてそれを？僕に注文した時の声が青年男性の声だったから。カイさんという依頼人も合わせて考えると結論はこれしかない。カイシさん、何かまずいことでも？僕は随志団の林陽、こちらは漂白者さん。僕たちを信じてください。私の兄さん、開催は1週間前、ちょうどこの注文を受けたタイミングだね。最後に会った時に何か変わったことはなかったか？私と兄さんは長い間喧嘩をしていて、家を出た時のことはよくわかりません。でも兄さんは時々郵便を送ってくれます。中身は変なものばかりですけど。これは製粉槽だね。これは獣肉か。入念に冷蔵はして。前の手紙は野獣団という人たちと絡んでいるといった話が書かれていて、それは兄さんがもし。この野獣団、確かに変だね。しかしどれも発送先が違うから全部調べる。確かに漂白者、頭いいね君。カイさん、お兄さんの件は僕たちに任せてください。あの、私も一緒にいいですか？カイシさん、兄さんを見つけたい気持ちは。でも野外には危険がたくさんあるんだ。それに最近。あ、私は大丈夫です。先駆条約のものはこんな危険なんて。でも私は。それでも行く気なら漂白者の意向次第か。腕も確かだし
同行してもらえる友達に危ない橋を渡らせるのはどうかと思うけど、こんな状況だから。漂白者さん、どうか お願いします。本当ですか？ありがとうございます。漂白配達員はいつも同じ人でした。すぐ行こう。漂白者、準備できたか？近くにいる。待って、今声が。あそこだよ。いたずらザルに。助けてくれてありがとう。山の中腹、監視塔から見える範囲、折れた大木、これだけの情報で十分さ。この先に違いない。みんなで手分けして探そう。でも見つからないようにね。捨てられたキャンプか。ここで泊まったのは野党やギャングの類ではないようだね。俺し気づかれないように陥没は避けて、それとできるだけ音を立てないように。前の件は？さすがはボス。本当に見つけました。静かに。前の陥没見えたか？僕の知ってるあの陥没はこんな開けた。明らかに人の手によるものだ。まずはここで奴らの話を聞いてみよう。それにあの新入り来るなりチリンタランジュの件を聞き回った。そんなに知りたければ、それに何かあればボス。今度の相手は手強いぜ。チリンタランジュの話はさす信じないとな。信じさせるんだ。さすが、やっぱりお前はまだは。本当に怖いのはチリンタランなんちゃらなんかじゃねえ。まあいい、行くぜ野郎ども、ついてこい。もう行きましたか？いや、まだ近い。奴らの呼吸音もまだ聞こえてくる。でも野獣と名乗れるほどの。よし、完全に離れた。中に入ってみよう。これは兄さんの端末。この端末はまだ使えますね。やってみます。すまない、カイジ。お前の言う通りかもな。俺はそれでもお前のために。じゃあな、カイジ。お前のために。兄さん、私が
先駆女兄さんはそれに強く反…それでも私の夢だったんです。だから喧嘩になり…私にも分かりません。いや、これは…この鈴の音…少し前、任務に向かう途中で残ず逃げる気力すらも尽きかけた時に、この鈴の音が…その後のことは覚えていません。ただ、覚えてるのは、逃げても逃げてもその音は追いかけてきて、もし逃げ切れなかったら、あの獣だから…そうです、チリンタランジュに決まってます。はい、あなたが一緒なら。行こう。漂白者、合図したばかりなのにもう着いたんだね。野獣団を尾行していたら、カイサイさんの行方が分かったんだ。鈴の音、なんとなく今はカイサイさんの前にキャンプで聞いた話覚えてる？それでさっき尾行していた時に連中が鈴の音は私の妄想じゃありません。チリンタランジュか、あんな大柄でも確かに危険な匂い。これまでの推測が正しかったら、あの新入りはカイサイさんの可能性が高い。漂白者、君の力を。だからごめん、これ以上君を危険にさらすのは不…ここはもう一度僕に力を貸してくれないか。ああ、洗いざらい。はい、私も行きたい。兄さんはこの中。カイシさん、兄さんと再会したい気持ちはわかる。でも洞窟の中は暗くて狭い。それに君にもすぐに戻って、ここでの出来事を今順位に。でも私はもう。カイシさん、先駆条約のメンバーで自分が置かれている状況に基づいて逃げるのは必ずしも臆病なことじゃない。僕と漂白者を信じて君の兄さんを連れ戻すよ。絶対。兄さんを頼みます。あなたたちも気をつけてください。うん、さーて出番だ。いろんな匂いが入り混じってる。植物、獣、残像、それに人。でも道を探すのは得意なんだ。僕に任せて。見て、これはカイサイさんのものかな。カイシさんの話じゃ、こんなところに一人で入るような。でもチリンタランジュのどこが気に入らない。ここは一本道。さあ先に進もう。ここの通路は狭くて入り組んでる。暗いところに隠れてる残像もいるから気をつけて。
やはり出たな残像、この僕が倒せ。平気一度運が舞い込めばきっとすごいことになるや。落石で先に進めなくなっちゃった。しまったな。地面にイバラが生えている。ここは来在、めでたしめでたし。これは痛いよ。決まり。漂白者、あの光ってる植物見た？野外ではあの光を目印にして道を探せるんだけど、闇に潜んでいる敵には光に照らされる僕たちが絶好の標的になる。だから長居しちゃいけないよ。わ、なんだこのでかいの。戦闘力は普通だけど破壊力はすごい。思いついた。ちょっと待ってね。匂いは下から伝わってきた。ここの石、面白い形してるね。まるで獅子舞の杭みたいに。よーし、これでどうだ。ドンタカドン、ドンタカドン、ドンタカドンだ、ドンタカドン。あー、ごめん。杭の上にいるときはいつもこのリズムに乗ってるからつい口に。イバラがこんなにたくさん。これに刺さったらさすがに痛そうだね。気流に乗って飛ぼう。やっ、くれ。もう漂白者、一気に駆け抜け。ミントの匂いが強くなった。先に進もう。匂いはこのミントからだね。これで黒トゲグマを引きつけられる。また残像か。気をつけて。
クリオタイタン。出よう。近道があるね。こっちに進もう。一度運が舞い込めばきっとすごいことになるよ。パッ、久しぶりに泳いだな。すっきりしたよ。さすがに予想外だ。いい景色だね。ここ暗いところでしか生えない植物だね。これなんか懐かしい。何年ぶりかな、あれから。おっと、もう最深部に着いたか。もうちょっとだ。今さらどこ逃げる気だ。これ外の獣から逃げてここまで。だがそれも今日限りだ。怖くねえぞ。あんたらがやった詐欺まがいの商売のこと俺は全部知ってるんだからな。もう証拠は全部殺されたって。この国で正義を信じる人は必ずいる。やっぱりカイシさんは考えすぎだったね。本命のご到着だな。あんたたちは早く逃げ…逃げる？そんなことできるわけねえだろ。この俺を騙せるとでも思…盗み聞きだの尾行だの、ここでまとめて片付けるためだ。これさすがボス。お前らおとなしくしてろ。やれやれ、獣のどこがいいのかな。野獣って名乗ってるやつなら知ってるだろう。この世界で生き残れる、例えば敵に弱みを見せて着実に自分の狩り場までおびき寄せて。何久々にたぎってきた。漂白者、手加減なしで行こう。野獣相手ならこっちも獣の流儀でしつけてやる。やばいぞボス、こいつ聞いたことがある。それがどうし、あいつの尻尾もはや回っている。俺だってまだ本気なんか出しちゃいねえ。すげえ。ふう、野外は僕の狩り場だ。おとなしく投降する方が身のためだよ。バラバラにされたくないならな。あいつらが目を覚ま…ボス、ここは…もちろん。最後まで戦う？逃げるんだよ。はい、待ってくれボス。漂白者、危ない。
るものか。牙を剥いた奴は一匹たりとも許せねえ。ごめんね漂白者、こんな姿見せちゃって。ありがとう、そうしてもらえると嬉しい。助かった、ありがとう。ところであんたたちは？カイシ、俺のことを心配してたか。彼女は今どこに？よかった、本当に。あんたたちにも迷惑かけた、本当にすまねえ。妹のことは、両親はかつて先駆条約のメス、それからは食い縁を稼ぐためにいろんな仕事を。でも彼女は何としても先駆条約に入りたかった。両親の意思を継ぐけど、俺に家族と呼べる人だから俺は強く反対した。その何でも正直、彼女が先駆条約に入る。大使は俺と違う、明るくて強くてどんな困難にもくじけない。今考えると、彼女の夢を潰したのは誰でもなくこの俺なんだな。そうだな、どんな理。ここは危ない。ひとまず妹さんも君を待っているんだ。